エルヴィン・ディン・シューラー、SS 少佐、エル・オスカール・ディン・シューラーは、ドイツの維持、軍人。ナチスドイツの時代、ブルヘンバルと強制収容所に収容所付け医師として、勤務した。親衛隊将校としての最終階級は、親衛隊少佐。1912年、ビターフェルトにて、植民地医師カール・フォン・シューラー男爵の被着室師として、生を受け。 1915年には、ハインリヒデンに養子として引き取られた。初等教育を終えた後は医学を専攻する。1932年、20歳で国家社会主義ドイツ労働者等に入党し、その後 SS にも入隊した。NSTP 党員番号は1318,211で、SS 隊員番号は28163だった。 1937年、医師試験に合格した後、s s 衛生士官学校で教育を受けた。1938年、ブヨヘンバルと強制収容所に収容所付け医師として、配属される。1939年、ジーストロファンチンの過剰投与により、牧師パウル・シュナイダーを死亡させる。シュナイダーは後に殉教者として称えられることになる。第二次世界大戦の勃発後、 ディンシューラーは、ドクロ師団の師団付軍医補として前線に派遣された。1940年、グラーツの SS 衛星大学にて副学長を務める。1941年秋、ヨアヒム・ムルゴースキーが所長を務めるベルリンの武装新衛隊衛星研究所に配属される。1941年12月、ディンシューラーは、武装新衛隊衛星研究所の地ス。 試験部長としてブーヘンバルト強制収容所に派遣された。同年秋頃からドイツ国内でチフスの流行が始まっており、対策の一環として行われた人事であった。12月には国防軍、産業界、帝国内務省の代表者により、効果的なワクチンの模索に関する会議が何度か開かれた。これらの会議により、ブーヘンバルト収容所の収容者を用い、 各メーカーが製造した効果が実証されていない各種ワクチンの人体実験を行うことが合意された。1942年1月から1945年3月まで収容者を用いたワクチンの人体実験が9回行われた。1945年1月の時点で988人の収容者が各種の医学実験に用いられ、その大多数が 実験時によって直接、あるいはその後の経過において死亡した。1943年1月9日、従来、チフス実験局と呼ばれていたチフス実験の担当部局は、天然痘及びウイルス研究部と解消された。また、1月からは、バルデマール方ンが、ディンシューラーの臨時助手についていた。ブロック46におけるチフス実験担当の収容者看護師は、 収容者組織の隊員、アルトゥール・ディーチュとディン・シューラーの医療初期を務めていた収容者、オイゲン・コーゴンであった。また、ガスエソ、チフス、黄熱病のワクチンの効果を実証するため、ブーヘンバルとの収容者を用いた人体実験が行われた。ディン・シューラーはこれらの実験について論文を発表しているが、実際の執筆は、コーゴンが言ったと言われている。 1944年9月、生をディンシューラーからシューラーへと改めた。高言が語ったところによれば、彼は1943年からシューラーの医療書記を務めていて、信頼関係も築けていたという。やがて、彼らは対等な立場で家族のことや政治問題、前線の状況などについて語り合うようになった。高言は、医療書記の立場からシューラーを説得し、 多くの収容者の命を救ったという。黄金から見たシューラーは気まぐれながら親しみやすい性格で、彼は数百人の収容者の命を奪った人体実験の責任者ではあったが、一方で時には収容者を生かすこともあったという。1945年4月初頭、シューラーは黄金と D 値に対し収容所当局によって収容所解放の直前に、 処刑するべき収容者46名の名簿が作成されたこととその名簿に彼ら二人の名が含まれていることを伝えた。黄言はシューラーの手配で荷物の木箱に隠れ収容所を脱走した。ディーチュもシューラーからの警告を受けて身を隠し処刑されることなく終戦を迎えた。シューラーは1945年4月25日に アメリカ軍によって逮捕され、8月11日に、高知署内で自殺した。彼の日記は、医療書記を務めたアルトゥールがチンスキー及び、黄言によって執筆された。この日記には1941年12月から1945年1月までの出来事が記されており、戦後、黄言からアメリカ軍へと引き渡された。黄金によれば、これは、 オリジナルの日記ではなくコピーされたもので、シューラーが戦争に反対していたかのように書き換えられた部分があったという。D1 の証言によれば、オリジナルの日記は敗戦直前に、シューラーの命令によって焼却されたという。しかし、医者裁判においては信頼しうる証拠として採用され、収容所医師ゲルハルトローゼの裁判などで提出された。なお、その後より信頼しうる。 記録文書も見つかっている。エルンスト・クレイ、アウシュビッツ、ダイ・ NS、ス、明治人・ウント・イーレ・オープファー、1997、S291、ワルター・ポーラー、エルゼッチ・レイ・バー・インブ・ヘンワルとオフフェンバック・エーエム、バー・ラグ・ダス・ゼゲル。 1960http コロンスラッシュスラッシュ www.gdw-ber-u-i-n トットデスラッシュデスラッシュプイエルティーフウヌジスラッシュピアヨーグアピエチアエヌスラッシュビアヨーグアフアイスラッシュプイアウダッシュビアヨースラッシュエシエイニデエアラッシュイチスラッシュホルムカーステンウルフカーステン スティッパン・アップスブフヘンワルト、エインリーズ・バッチ、2002、S109、エルンストクレーン、ダスパーシネン・リグシコン・ツームドリテンライヒ、2007、S111、エルンストクレーン、アウシュビッツ、ダイ・エヌ・エス、メッチ・ジングント・イ・レオプファー、1997、S287 ホルティシモ、フォン・アナリー・イン・ビス・ザ・オン・ザ・ビット・アイネ・ドクメンタチオン、デ・アービーツ・クレイセス・アイジ・ファーベン・デ・ア・バンデス・ファクタグン、 デアシーミファシュシャフトン、ハットウイゲンコゴン、デアスエスストット、ダスシステムデアドイチェンコンセントラーツヨンスローカー、1974、S172 ホルティシモ、エルンストクレイ、アウシュビツ、ダイエンス、メジジンウントイレオプファー、1997、S291、327、VGL、エルンストクレイ、ダスパーシネンリグシコンツームドリテンライヒ、2007、 S112 オイゲンコゴンデア SS、ストットダスシステムデアドイチェンコンセントラーツヨンスローガー1974 S318 フォルティシモオイゲンコゴンデア SS、ストットダスシステムデアドイチェンコンセントラーツヨンスローガー1974 S338F エルンストクレーダスパーシネンリグシコンツームドリテンライヒ2007 S111 オイゲンコゴンデア・ s ス・ストットダシステムデアドイチェンコンセントラーツヨンスローガー1974 S320 VGL アンスティチュフュアザイトガシクトミュンヘンナクリスアーサーダイアツシュアーカイブベストアンド ED 112バンド17インタビューミッドアーサーダイアツシュタンボンドウォーフナクマン フォンエルンストセップ1972ダイアウッサゲダイアツシャスフォムさん、エイプリル1947バイムンランバーグトライアルズプロジェクトエルンストクレイアウシュビツダイエヌエスメジジンムントイレオプファー1997 s 321ホルティシモありがとうございます